再開していくぜ。さて、どうしようかな。とりあえず一回休んでみようか。なんかイベントあるかもしれない。宿屋イベントはない感じ。じゃあ飛んでみようか。お、ここにできたんだ。汗を流すって気持ちいい。この気持ちがある限り道場は安泰ですね。あ、ここ福ちゃんキーホルダーなんだね。あ、スロースターターなの。長い目で見ていただけるかしら。あ、この街道沿いにどんどんお店が出てくるって感じかな。新しい街ができかけている。はぐれ王国の発展がこの辺りに良い影響を与えているかもしれない。はーん、新しい街か。他は特に。ここがジュラの大森林か。あ、なるほどね。少し距離がある。この距離感で歩いてはいけない感じってことは、結構これ広いんだろうな。なるほどね、わかりました。じゃあ、その前に仲間今どうなってんだっけ。仲間はジーナ、マッスル、ティーティー。まあいいか、これで。ここ行ってみようか。次元の塔。うん。お。はい、どうも。はじめまして。お久しぶりの方はまた会えたわね。次元の塔のヘルパーさん。ランダンにもいたな。はい。基本的なルール。比較的に美味しいですが、無制限に入ることはできない。入場解除に制限がある。戦闘をこなしたり、イベントをクリアすることで回復する。あと何回残ってる子は、その盾札で調べる。回数は最大8回まで貯められる。なるほどね。この塔では階段を登るごとに MP が少量回復する。ちょっとだけ。なるほど。敵ボス。見たことある敵でも次元の塔の中の敵は結構苦戦する。ちょっと強化されてる。見たことない敵は大抵クソ強い。より全力で戦ってください。一定回数ごとに中ボスとかボスがいます。これを倒すと帰還となります。ボスを倒して出れば次に来た時は続きから始まれる。なるほどね。塔の内部で全滅しても大丈夫。ノーペナルティで拠点に戻される。ボスを倒すか、また道中の魔法陣で撤退した場合、ボーナスアイテムをいくつか手に入るので、無理しないことも大事。なるほどね。推奨レベル。同じ場所でも上層と下層でだいぶ違う。ぶっちゃけ獲得できる飛行群は同じ。ただ上層の方が装備や素材なんかがグレードアップしている。レア的なんかも違う。リスクを負って突撃するのもまたよし。場所そのものが違う場合は、これは飛行マップからアイテムまで何も変わります。敵もガツンと強くなりますけどね。これは回復簡易メニュー。ああ、はい。メニューリカバーね。はーい。次元の塔の入場回復をお金で回復。ああ、なるほどね。回復アイテムを売っている。ああ、とりあえず今はいいわ。残ってる回数は8回。この下の魔法陣は何だい？機関用か。じゃあ入ってみようか。さて。あん？仮想から始める。一層雪と自然のシンフォニー。オンオン、なんかあるけど調べてみよう。敵だー敵だー。バイオハザード、謎の触手。やれんだろ、なんとかやれんだろなんとかやれんだろで適当に行ってみたけど、これどう、池仮想ぐらいならなんとかなるでしょ。お金96、うまい。96うまい。痛い。なんとかなる。なんとかなる。なんとかなる。なんとかならない。なんとかならない。なんとか、マジ。へへへ。はは。マジかよ。マジかよ。あっさり全滅してもうた。あっさり全滅してもうたんだが。ちょっともっかい。もっかい行かせて。オートでやったのが良くなかったね。オートでやったのが良くなかった。8回。これあと7回。まあ、すぐ溜まるのかな？入場回数ってのは。はい、もう一回お願いします。お、マップが違う。あれ、仮想から始めたよね？今、上層から始めた？もしかして私。これは見たことあるな。ドン。お金盗す、お金が結構うまいね。地流の卵。あーん。まさか上層ってことはないと思うんだが。階段あるけど、宝を回収しないとここに来た意味がないから、
極力宝はめちゃくちゃ強ーでた。極力宝は回収する方向で行きたい。あーオートだとやっぱ辛いんかな。いやさっきの見たことないやつがめちゃくちゃ強かっただけ、鉄のグーパン強かっただけで、こいつらは大したことないと思う。おう？ゲッチュ。そこにすぐ階段がある。ゲッチュ、めちゃくちゃ強え。こういうアイテムは売ってお金にするのが正解なのかな。2個だけかい、このマップアイテム。メニューリカバー使うか。はい。オン。ゲッチュ。特に武器防具が手に入りやすいっていう感じなのかな。ゲッチュ。これももう持ってるね。魔法系。で、魔法攻撃力はそんなに高くないけど、っていう武器だったね。ここにもアイテム。ここにもアイテム。他にないか。ガンガン上がっちゃってってるけど、委員会や。委員会な。お、渡れる。うわ、いっぱいいるじゃねえか、敵。アイスシザーズ、ヒュージラット。このヒュージラットって見たことない気がする。そんなに強くないな。そんなに強くないでやんすね。お金ゲッチュー。薬草ゲッツ。重がい。まあ、レベル上げ。と、お金稼ぎ。ハピコが毎ターン。使うたんびに90ゴールドってめっちゃうまくないそれ。ハピコマジ必須級やろ、これ。48。うまいうまい。うまいうまいっす。うまいっす。うまうまっす。めちゃくちゃ強え。特技振り下ろす。特技書も手に入んのか。いいな、それは。他には何にもないか。何にもなさそうですな。じゃあ登りましょうか。魔法陣があるぞ。魔法陣があるぞい。お、アイテム。大地の首飾り。初めて見るアイテムっぽいぞ、今の。初めて見るアイテムっぽいぞ。装備品かな？ベロちゃん、遊びできない。あ、これか。あ、ベロちゃん上がるじゃん。つけとこう。オッケー。これは？機関用の魔法陣。機関しません。まだまだ進める。まだまだ進めるぞ。わしはまだまだ進めるぞ。あそこにアイテムあるね。極力的と、なんだこいつ。スマイル夜間。なんだお前。なんだお前。強いんか、ファイヤー2。強いんかお前。ダブルスクラッチ。ミス。ミス。え、めっちゃ回避率が高い。あ、お金めっちゃくれる。あれか、はぐれメタル的な敵だったってことか、今のは。なるほど。なんか、洞窟の入り口みたいなとこあるな。これあれか、また敵が出てくるやつかい？敵が出てくるやつかもしれんな、あれはな。オッケー。プレートメイル。強そうな防具だ。防御力は上がる、けど敏捷性とかが下がってしまう。どうしよう。マッスルあたりに装備させとんかな、させとくのがいいんじゃないかな。入ってみようか。調べてみよう。敵かな。お、ありがたいお経があるのを見つけた。パーティー系現地435。うまうま。どんどんレベルが上がってるな。男の仁王立ち。もう一回入れる？あ、一回だけなんだね。敵が出てくるかアイテムかはランダムっていう感じかな。なるほど。ワンワン。雑魚敵自体はそんなに強くない。ガンガンレベル上がってるな。こんだけか。ポーン。おっつ、ここボス、ボスマップっぽいな。推奨レベル10。回復してセーブはできないか。行くだけやってみようぜ。ギガントアイス、ドレッドスパイダー。どうしよっかな。にわかマッスル入れたいんだけど、ちょっと覇王とマッスル入れ替えるか。
で挑発してくれマッスルは。ブリザード切りもみキック雑魚から落としていきたいが、炎効く、氷効かなかったか。マッスルさん早く挑発してください、早く挑発、早く挑発、ナイスナイス。あ、ドロドロ粘液 AGI ダウン、ワンツーパンチ、傷薬でまだいいか。じゃあフレイム、ハーピースラッシュ、ダブルスクラッチ、お金をゲットだぜ。100、ついに100ゴールド。あー猛毒、よしよしよし、これで雑魚は倒せた、これで雑魚は倒せたけど、ローズマリーさん死にそうなんで自分を回復してください。ちょっと傷薬で自分を回復して、ペロちゃんは攻撃しようか。よし、マッスルだけ攻めてくれるんなら全然問題ない。よし倒した、そんなに強くなかったな。ペインアイスを手に入れた、ペインアイスとな、何度でも戦うことができるペインアイス。お、重要アイテムだ。耳をくっつけるとうめき声が聞こえる謎の氷、怨念だろうがその執念は強力な魔力に変換できる。はんはん、経験値の玉、うまうま、経験値の玉、うまうま。奥義書 D、 ヘッドバット。経験値の玉って誰か一人にってことか。あ、レベルが足りてない子とかに使うのがいいのかな。主人公デイリッチ専用技、デイリッチ専用技だったらもうデイリッチに使わざるを得ないってことかい。よし、ファイヤー、マジックファイヤー、振り下ろす、ウォークライ、さらに攻撃力を上昇させる。まあおいおいでいいか。こう帰還かい、帰還します。はあ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 、なるほど。せっかくだから、あれキラキラしてる会議、王国会議ができるね。ちょっと待って、お金がでも2000しかないから、お金貯めてからのがいい気がするけどな。提案も聞けないだろうし、ちょっと待って、もう一回上、上層中層に一回チャレンジしてみてからでいいかい。 MP が減ってる、回復ポイントどっかにあったっけ、回復ポイントってありましたっけ、ない。ちょっと一回じゃあ宿屋に、一回休んでの中層行ってみようぜ、中層、中層に行ってみよう。うん、中層、中層、中層、上層か、上層から始めます。お、魔法陣があるぞ。あの魔法陣はなんだ、アイテムがおしゃれシャレ神戸、装飾品って書いてあったな。装備できない、そういう装備品じゃない、大事なものか。あ、おしゃれシャレ神戸、装飾品、素材として使える、今後何かに使うんだろうけどね。あ、そういえばこの拠点の中の武器防具屋さんできてるはずだよね。そっちをちょっと後で見てみようか。お金をたくさん稼いだ後で。この魔法陣はなんじゃらほい？おい、邪魔だ、どけ。うわ、下道キューピッド。推奨レベル15。敵はまだこちらには気づいていないようだ。今なら逃げられるかもしれない。とどまろう。キューピッド天使様でち？あれがいるのは雲の上だろ？なんでこんなところに？もしかしてはぐれだろうか？キューピッドラブ、恋愛上手も失礼も僕の思うがまま。さあ、赤い糸を切られなくなかったら、金貨と荷物を置いてけ。違った、ただの下道だ。ハッスル入れ替えてこうで、あ、挑発使えない、一旦ワンツーパンチ。フレイム、
切りもみキックダブルスクラッチ、よしディフェンスダウン、うわっいったーいったー、それ挑発して、とりあえずアイテム上等薬草でハピコ回復して、ハーピースラッシュのダブルスクラッチ、お金をもらうよこせい、78ゴールド、あやべハピコ死んだ、ハピコ死んでモーターどうするか、入れ替えるか、素直にハピコと歯を入れ替えてワンツーパンチの自分を自分で回復して、ダブルスラストのペロペロでちょっと自分回復してくれるか、よし、矢をせっせと補充している、 TP が30増えた、 TP が30増えた、やべえこれ次のターンやべえ攻撃してくんじゃねえか、これ防御しよう、防御防御防御、ダブルショットダブルショット、あーそんなにそんなにだったな、やばい感じじゃなかった。ファイヤー2レーザーダブルスクラッチ、おらー投擲が効きやすいんだな、雷攻撃打ってほしいな、防御力が元に戻っちゃったか、じゃあ切りもみ切りもみでファイヤー2ダブルスクラッチ、矢をせっせと補充している、矢をせっせと補充している、そんなに致命的じゃなかったから、あ挑発切れた、挑発切れたからちょっと一旦防御するか、このターンは、混乱混乱、全員ちょっと混乱はまずいでしょうよ、回復して、あ回復して、ちょっとなんか他に巫女の祈り状態異常回復、ローズマリー、ローズマリーにはこれするしかねえか、よし、やべ死ぬ、やっ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 べ死ぬ、挑発傷薬でにわかマッスル、ハオちゃんは自分で自分を回復してペロペロでローズマリー、よしマッスル、よし間に合った、補充してる補充してる、よし挑発、防御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 、挑発してればなんとかなるだろう、混乱がやべかったけど、じゃあ切りもみキックの傷薬でベロちゃん回復して倒せそうだな、なんとかダブルスクラッチ、おらい、よしよしよし、 HP 自動再生がつけばなんとかなる、青にも回復しとくか、ダブルスクラッチ、おらー、よっしゃー倒したー、やったぜ、キューピッドアローを手に入れた、ゲドウキューピッドを懲らしめた、やったぜ、みんなボロボロやけど、キューピッドアローみたいなのを手に入れてたよ、お星だ、両思いにできる矢を放つ力は愛なき者が使うと混乱するだけ、混乱プラス30、ハピコ装備できるんちゃう、いいね、カリウドの矢、他にベロちゃんは一体どうやって弓矢を装備して放つというのか、上がる、会心プラス 3% だけど、あこっちも装備できるじゃん、防御力も上がるし、こっちにしとこうか、弓の方が上がる、スキルタイプ特技、うん、こんなもんか、この魔法陣は何、あ機関用の魔法陣かこれ、なるほど、じゃあ次のフロアに進もうか、ここは見たね、月中月中、あ
ヘラクレスコンボ。お前は、あ、混乱。そうか、ハピコ通常攻撃で混乱付与できんのか。これ、強い。強い。混乱付与できんのは強いぞ。回復して。装備品は手に入れてたよね。ヘラクレスコンボ。見た目で名乗ってはいけない何かの動物の骨。生倉な剣が相手ならへし折れる強さ。もう一個なんか手に入れてなかったっけ？これか。驚異的な硬さを秘めている。装備しようか。マッスルとかにコンボ、あ、指の方が強いか。ふむ。他にはない？ないね。じゃあ次の階層に行こうか。ここは見たな。同じようなマップの繰り返しなのかい？戦ってやろうじゃねえか。オニオンメイジ、お前らは見た。混乱付与強えな。かなりの確率で混乱付与できんだな。やばいか、やばいか、やばいか。いける。このままいける。押し切れる。よし。ふぅ。クラウンレザー。臨床性が上がるって書いてあったな、今。防御力も上がる。でも攻撃力下がるな。臨床性上がるのは、どっちかっていうと、マッスル。先手で挑発撃ってほしいからね。それ装備しとくのは悪くないんじゃないでしょうか。水冷気耐性があるのはベロちゃんにはいいと思うんだよね。サハギンアーマーのままにしときますか。アイテムをどんどんゲットし、ドラゴンブラッド。デーモンランサー。な、こいつ強そうだな。混乱狙っていけるか？混乱狙っていけます？あなた。雑魚からなんとか。倒して、あ、ミス！これやばいか。やばいですか？デーモンランサー、強っ！強っ！おい、強えな、おめえ。急に強えな、おめえ。それ雑魚から倒し、ベロちゃん、ハピコ回復しての、ペロペロで自分回復して。よし。よし、倒した。おら！結構痛いじゃないの。通常攻撃で混乱付与できないかな。ファイヤー2。ペロペロでローズマリー回復してあげて。よし。混乱付与できないか。いた、いた、いた。スタン。やるじゃねえかい。やるじゃねえかい、これ。傷薬ももうないな。こういう時は素直に入れ替え。素直に入れ替えが大事。通常攻撃で混乱狙いつつ、ワンツーパンチ。プロテクトタイル。防御を2段階上昇。なんかゴテゴテする。ああ、いいな。挑発が使えるキャラだったら、この防御上がる系は優秀なんだろうけど。ワンツーパンチ。あ、結構強いぞ、こいつ。結構強いぞ。調子に乗ってたら負けるぐらい強いぞ。ほら、金よこせ。よっしゃ、倒した。ふぅ。アイス2を覚えた。なんとかなりましたな。どんどん上がっていこうぜ。お、ここはまた敵が出る感じ？どうだ？お、やった。経験値が増えた。ガンガンレベル上がっていく。ガンガンレベル上がっていってますけど、これ。あそこに階段はあるけど、宝他に、宝全然なくね、このマップ。宝が全然ないでござるよ。宝が全然ないでござるよ、これ。どうなってる？あった。一個。ヒートコンボ。今回混乱ならなかったか。お金ゲッチュー。こいつ自体はそんなに強くないから、まあなんとかなるでしょう。なんとか、なんとかなるよね。なんとかなった。ふぅ。
今お金は3500。めっちゃお金貯まってんじゃん。あれ、このマップアイテム1個しかないのかい？白いか、背景が白いから見にくいんだよね。録画だと特に見にくいんじゃないかな。もうすぐにそこがゴールだけど、アイテムを取らずしてここのマップに来た意味はないので、アイテムを回収しましょう。お？秘宝を見つけた！クエイク！敵全体に大持続性のダメージを与える。お、カナちゃんブラウスや。魔法系誰か他に装備させよう。デイリッチ。カナちゃんブラウス。上がるね。こっちにしとこうか。機関用魔法陣ね。クエイクか。こういうのをどんどん覚えさせるにしても、じゃあ誰に覚えさせるんだって話あるんだよね。ワンツーコンボに火がついた。しかも攻撃後に逆切れして攻撃力が上昇する。あー、どんどん覚えさせたい魔法書クエイク。さらに低確率でスタンさせる。あー、これはあれじゃない、ローズマリーにいいんじゃないかい。ローズマリーにいいんじゃないかい。ちょっともったいない病が発動してて使えへん。なせばなる、なんとかなる。ポーン。お、アイテム。そこにもアイテムある。ナイスファイアブレス。ナイスワンターン。じゃあ下行ってみようか。お、アイテムあるじゃん、ここにも。おめえらはなんとかなる。いいよ。暗闇。よし。チャクラ。チャクラ。使用者を中回復させ、さらに攻撃力を3ターン上昇させる。そこそこ強いな。そこそこ強いでやんすな、今のな。そろそろローズマリーの MP がなくなってくる。まあ、MP がなくなったら光栄のキャラクターたちと交換すればいいっちゃいいんだけどね。これ機関用かい？帰還しません。お、ボス。お、全回復。セーブはできない。お、止まれ人の子よ。なんでち。こんな子供が次元の塔？我々塔の守護者も随分舐められたものだな。なるほど、一層のボスっていうところか。さあ、もったいぶってないで姿を見せるんだ。威勢がいいことだ。だが私の名前を聞いて、なおその威勢が保てるかな。竜神アーマードドラゴン、貴様が瞬きを終える間に骨ごと灰へと変えてくれる。バカな、竜神が相手だって。何がやばいんであいつか。竜神ってのは竜と人とのハーフの希少種で、ドラゴンにも劣らない強敵だ。今の私たちの力じゃ万に一つも勝ち目はないぞ。絶望こそが私の糧。貴様も我が力我が姿を前にして絶望に飲まれるわよ。行くぞ。こたつドラゴン。台本ってなんだ、台本って。とりあえず、ハオとマッスルイを入れ替えて安定のパターンでいこう。ワンツーパンチ。とりあえず、ファイヤー。アイスとか効くんじゃないか？こたつやし。アピースラッシュ。ダブルスクラッチ。小銭をよこせい。84ゴールド。氷が特に効きやすいって感じでもないか。今ですと幸福分子。こたつカウンター状態。だが私のこたつ走行にはまだまだ投稿エヴァン傷一つつか、いた。すいません、ちょっといいですか。あなた何なんです。ちょっと待て。あった。我々竜神アーマードラゴン。台本読んでたんか、それ。台本読んでますよね。読んでない。その格好は何なんですか。こたつアーマー、もう取ってもいいですか。そんな、どうして完璧に演じてるつもりなんだけど。私本当に竜神だし、初めて受かったバイトでそのなんていうか頑張ってるんですけど。私何かまずかったですか。お願い帰らないで、至らないところもあったかもしれないけど、見ての通りやる気だけはあるんです。ないだろ。やる気が一番見て取れねえんだよ。カウンターって今書いてあったな。防御してた方がいいか。防御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 。カウンター、ちょっと待って、読めへん。もう一回ちょっと防御で。防御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 。ボディーチェンジ。物理カウンター継続中って書いてあるな。物理のカウンターか。ってことは魔法はいけるってことでいいかい。あー、カウンターが切れた。よしよし。
で挑発して RP スラッシュダブルスクラッチ、よしお金ゲッチュ。防御力が上がった。切りもみキックで防御力を下げた方がいいな、素直に。全然こいつ攻撃してこないけど。切りもみキック。ダブルスクラッチ。防御ダウン。いいよ。2段階下がってんのか。物理攻撃にカウンター。魔法攻撃系のキャラ他にいないんです。他にいない。ローズマリー以外にいないんですわ、これ。困ったー。困ったね、これね。試しにこれどんぐらいのカウンターが来るのか、打ってみるか。ハピコとベロちゃんを防御しといて。ワンツーパンチ。あ、もうそもそもダメージ与えられない。本気出しちゃうぞー。ワンツーパンチ。ファイヤー。ちょっと防御防御で。あー、やっぱ全然ダメか。防御無視、即死。カウンター解除された。切りもみキック。ファイヤー2。切りもみキック、ダブルスクラッチ。よし。ホワイトブリッツ。即死これ、ほんと。即死ひどくねえか？即死ひどくないっすか？フェニックスので回復して。くつろいでる。まだいける、まだいける。そんなに、致命的なほどやばくはない。で、とりあえず、マッスル回復して、ハーピースラッシュのペロペロ。よし。めっちゃダメージ通るようになってきたな。防御力が下がってるっていうことか。ワン、ツー、パンチ。お、本気を出してきた。このターンは防御した方がいいのか？いや、そんなこと関係ねえで、問答無用で攻める。問答無用で攻めるでやんす。ほら、金よこせ金。もう防御は限界まで下がってるってことか。ナイスミス、ナイスミス、ナイスミス。切りもみキック、ダブルスクラッチ。いいよいいよ。いい感じにダメージ与えてきてるよ。うわー、ベロちゃん持ってかれたー。はっは。持ってがれたけど、結構敵もヒットポイントが減ってきてるね。ちょっとローズマリー生き返してあげるか、ベロちゃん。ハーピースラッシュ。ハーピースラッシュ強えな。ワンツーパンチ。挑発して MP がもうない。とりあえずベロちゃん回復してあげて、通常攻撃ダブルスクラッチ。よし、本気になったけど大丈夫。どうせ即死だから防御とかしても関係ない。ケルベロスブリッツ。どれぐらい食らう ?800 か、まあ、そこそこだな。よーし倒した。そんなに強くなかったな。眠れる森の糸。ギャフーン。やられ小屋までバカにしてる。ローズマリー怖いでち、いい加減落ち着くでちよ。一体何なんだ、何だったんだ君は。何の目的でここに立っていた。待ってね、威勢がいいことだ。だが私の名前を聞、それ戦闘前に言うやつでしょ。んかー、ローズマリーダメダメ、深呼吸でち。ごめん、参謀としてついているのに私が一番冷静じゃないのね。ありがとう、デイリッチ、もう大丈夫。我は竜神アーマートドラゴン。で、君は本当に何なんだ？今死後 OK タイム？もうとっくに戦闘終わってるでしょ、君の負けで。嘘、負けたの？じゃあバイト料出ないじゃん？知らないよ、私たちもう行くからさっさとそこどいて。あの仲間にはしてもらえないの？こういうの負けたら勝った方が誘ってくれるもんじゃないの？負けた側からは言いにくいじゃん。もしかしてお前、はぐれ王国に入りたいんですか？お断りです。どうせ、こっちでただ飯食らおうって言うんでしょ。私たちにだって選ぶ権利はあるんだから他はだって。やる気はあるの、私変わりたいの。バイトもそれで受けて。本当に頑張ります。私、友人です。あんまり優秀じゃないけど。落ちこぼれだけど。やっぱりです、通ってください。お前はうちに来るでち。ごめんね、ローズマリー。こいつなんだか憎めない。だらしなくて不器用だけど、はぐれ王国には合いそうな気がする。デイリッチがそう判断したんならしょうがないな。
変なやつならもう十分すぎるほど王国には入ってるし、君も王国においで。いいんですか？ありがとうございます。私頑張ります。明日から本気出しますね。それは今日から出しなさい。やったぜ。こたつドラゴンが仲間になった。他にアイテムあるないか。今はいないか。ブラックハチガネ。ブラックハチガネとは。お、攻撃力も上がる。マッスルにつけとこう。秘宝化。妖精さん人形。偉大な妖精を模して作られたアーティファクト。アクセサリーかな。なぜかセクハラばかりする。かなちゃんやないか。かなちゃんやないか、それ。常時 MP 回復って強いな。誰につけるべきなんだろう。でも割かし MP 辛いのってさ、マッスルとかなんだよな。ローズマリーとかは、言うて MP いっぱいあるからな。悩ましいね。ハオとかは全然 MP 使ってないし、つけるならマッスルな気はするけど、敏捷も上がるし。じゃあその代わりにスパイダーズクラフト誰につけますかって話なんだよな。ペロちゃんにつけとくか。うん。あとなんか他にも星アイテム手に入れてなかったっけ。気のせいだったか。なんか手に入れてたような気がするんだけど。眠れる森の糸。これか。純白の糸。その白さには高いカリスマ性が備わっている。ふむ。経験値の玉。マジックウォーター。帰りまーす。はー、野生の服持ってるね。デリチ、レベルを下げられる部屋を作っといた。意味がわからない。通常は利用しなくていい。ただ探索しすぎでレベルが上がりまくったけど、できればシナリオは適正レベルでやりたいとか、そういった時に使ってくれるといい。まあレベルが高いことに特にデメリットはないけどね。どうしても下げたいなら左下にある、まあ、赤い魔法陣から選ぶといい。はー、なるほど。絶対使わへん。絶対使わへんけどな。っていうところで今回のパートはこの辺で切りましょうか。また次のパートでお会いしましょう。またねー。